がなくなったら小腸の人間なんか全首なんだからーー本末転倒で,で本末転倒ですよ」うん だからどうせね三流省庁の文科省の予算なんかいくらでも削りゃいいんですよまあね前から時間になるようなとこだからね、うん、いやもともと三流省庁として言われてるわけですから文科省なんてのは、うんはい。ということを言うと文科省の人たちから怒られますし大学からお呼びがからなくなります <laughs> はいということになりますけれども <laughs>、はい、<laughs> という状況の中で、まあ、防衛費拡大に関してもです、ね、公明党敵地攻撃能力や防衛費拡大について妥協してきたと。 今まで強く反発していたはずの公明党が妥協してきたという根底には、まあ、国民民主と自民党の将来のまあ連立なり、まあ、玉木さんの閣僚入りというものがあるのではないかというアドバルーン報道が出てる、まあまあ、当然そうでしょ、うん。やっぱりアドバルーンではあるし実際に実行は難しいとは思われるけれども、うん、ひょっとしたらあるかもしれないというのがこの連立話で。 えー、もともと1989年冷戦終結の時に国民民主立憲民主の母体になった連合というのが生まれました、えー、かつての民社統計自民党より右と言われた民社統計の同盟これは実業系組合が中心そして総評これは観光炉お役所組合などが中心ここは社会党支持でしたこれが一体化したのが1989年。 冷戦終結宣言の年ですよ、ね、だからそ,れそ,その時にできた連合がね結局、えー、かつての民主党政権を推進する大きな力になったわけですけど,すけど,ど結局ね冷戦は実は終わってなかったあるいは今,れ今冷戦2.0あるいは3.0になっていると私は思ってますから、はい、そういう意味でその時の連合が。 なくなるのは当然なんですよ。うん、そういう意味でね。だから国民民主党のそこでやはりあ新しいレゾンデートルとか存在意義っていうのはあるわけでね。まあ昨年の選挙においてもですね。まあ立憲民主党はですね。まあ共産党と手を組むということを決めまして、立憲共産党なんて言って麻生さんも言ってましたけれども、うん、安住様んは逆に共産党はリアルパワーなんて言って。 大騒ぎになってましたけれどもその結果ですね、うん、連合側はかなりあの候補を絞っていったと逆に言うと共産党と組む候補に関しては連合としては支援をしないという方針を示してですね新しく会長になった吉野会長はそして自民党と手を組むこともありうるような是々非々の対応をするということを明言したと。 その背景にはですね麻生副総裁そして,そそして茂木幹事長との何度も重なり対談ですね繰り返し会食などを行いながらいろんな話し合いを進めてきたで豊田労組を中心として昨年の10月の選挙では完全にまあ自民党を支援する候補も出てきたということで大阪の大敗北これは公明党の造反が一つの理由であったと言われている。これを 中部地方や労働者が多い地域で製造業の労働者が多い地域で取り戻したとで結果的に自民党が勝利するということが起きたわけですでこの流れの中で今回の連立話なりまあ玉木さんを閣僚入りさせたらどうだという意見が出てきたわけですよねそうですね長尾さんこのあたり何か思うところありますかええあの玉木雄一郎国民民主党代表をですね、ええ 閣僚入りさせるっていう議論は、公明党を揺さぶるという点では、非常に僕は、うん、あの、いい、まあ、一つの、テーマだと、あの、思っています。で、実際、あの、連立を組むとか、あるいは選挙協力をするっていう話になると、 まああの政治の現場っていうのはそんなにあの単純にですね1、1たす1は2にあのなりませんので、なかなかこう乗り越えなきゃいけないハードルっていうのはたくさんあると思うんですけど、公明党など連立政権を組んで20年以上、一旦権力を 手にしてしまったら絶対手放したくないという中で古くには過去の平和安全法制にも賛成したし今回の反撃能力についても最終的には賛成をしたしということで多分しがみついて 来ると思うんですよね、うんうん、ですから、まあ、国民民主党は、今回、えー、3つの予算関連法案に全部賛成をしてくれているし、うんえー、霊感商法にあの関連したあの救済法についても、大塚晃平政調会長が 一番最初にですね、うーんまあ、この案でいいよというようなことを言ってくれたんで、うん、公明党を揺さぶるということを目的として、国民民主党、自民党が意識をしながら、うん、政権運営をする。また、統一実際選挙に突入するっていうのはある意味、<laughs> えー、ありかなと思います。あとちょっとね、うん、打足なんですけど、 連合ができたっていうのはさっきの、まあ、お話の通り、総評系と同盟系がくっついたってんですけど、うん、現場の話を聞くとですね、うん、そろそろ、まあ、30数年前とはいえ、うん、組合員の組合費が、うん、なかなか集まりづらくなってくることで、うん、財政的に非常に厳しい中あ、総評系と同盟系でくっつけば、あ財政も安定するだろうと。 っていうのが、実は、あの、僕の理解でして、ただ、その時も、なんで、あの、財政が非常に、あの、弱い総評系と、財政がある程度、潤沢の、民間を中心とする同盟系がくっつかなきゃいけないかっていう不満はですね、同盟系の側にあるんですよ。で、選挙も、昔は、 自治労でも100万票叩き出していた時代がありましたけれども、今20万票も、あの、ありませんし、自治労、うん、ただ今の、え、吉野会長も、一連の連合の会長っていうのはずっと前線同盟。つまり、え、旧同盟系が中心になって選挙をやってるんで、ある意味ね、もう僕あの、連合も大企業の労働者の集まりですから、 中小零細企業の組合員の集まりじゃないんでね。まあどちらかというと、組合員の上司はだいたい自民党の業界団体に関係している企業が多いですね。ね <laughs>、うん、そういうね、なんかあの同盟系と総,総評系のちょっと分裂みたいなものもね、 あのちょっっと僕は揺さぶってもいいいいいんじゃないかなかううふうにあの思いますもしそういう担当があるんだったら、ね、私やりたいぐらい。<う> <laughs> まあ,あの連合なんですけど2016年だったかな科学総連がまず離脱したんですよね。で今連合の抱える大きな問題としては思惑や利害が一致しない組合がたくさん一つの団体に入っていると。で別にこれ3別で十分じゃないかと産業別組合で。 うん、十分組合としての活動ができるんじゃないかわざわざ連合に上納金を納める必要がどこにあるんだという議論も実はありまして、うんうん、そうなってくると逆にあのかつての同盟系総評系みたいな形でバラバラにですね3別で分かれていけばになっていく可能性もあるのかなという気はしますね。いい傾向だと思いますよそのほうはなんかたあのシンプルでいいんじゃないですか。うんうん、はい そうなってくると逆に今の立憲民主党というのは当選確率がほぼ0%に近くなってくるということになるで、ねうでね、存在がなくなるしその支持母体がまとまってるから票になってるだけで、うん、これが例えば自治労だとか観光労だけになっちゃうと4分の3近い票を失っちゃうことになりますからの立憲として。 主張していることっていうのは、ほとんどその。あれでしょう、ね、かつての社会党と同じような感じになっちゃってるんで、ねうん。まあまあ、社会党以上に共。共産党。あの、連合の得票数って。おそらく僕の相場感でいうと。小選挙区で。2万票あるかないかですね。各、うん、各選挙区。ですね各小選挙区で。はい、うん。 そういう点では、あの自民党の業界団体も組織票がだん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 少なくなってきてる、うんえー。労働組合も組織としての票が少なくなってきてるっていう点では、そうするとやっぱりね、あの、総科学会の 得票数って大体小選挙区の中で4万から多いところで4万5千ぐらいやっぱりありますんで。すごいちょっとささっとね、あの、切り替わるっていうことについてはなかなか難しいと思うんです、現実的には。だけど、国民民主の動きと連合の同盟系の動きで公明党を揺さぶることは僕は十分可能だと思う。うん。 いうことが今多分起きておりまして、結局岸田さんがですね、はい、政権をこのまま長期維持しようと思うと、まあ、一番の手というのは国民民主の利用なんですよね自民党の党内派閥的に言うと菅グループそして二階派というのが公明党に近しくて維新にも近い そそししてそれ以外のの派閥というのは少し距離があるんですねだから茂木さんと山口代表の関係が非常に悪いとかですね麻生さんと山口さんの間もあまりよろしくないとかですねそういう形で温度差が派閥によってありまして今菅グループそして二階派というのは前回の総裁選で河野太郎を推したということで完全に党内野党になっているんですね自民党の中では。 ですから、全く発言力がないに近い状況で、公明党もそれと同じポジションに今追いやられていると、こ並行して動いているわけですよね。その中で今回その国民民主というまあ公明党に近い母数を持つところと手を組む可能性が出てきたっていうのは非常に大きな意味を持ってきて、逆に岸田さんがこのまま政権を維持したければ、逆に次の選挙で勝つためには。 やはり、あの連合との連携というのは一つの選択肢として十二分にあるのかなと。個人的には思っております。どうですかね。小野寺さん。あ,あ、あ、これなんですか。いいです。あ、どうぞ、どうぞ。はい、先に。どうぞ。ごめんなさい。あのね。大阪の、その。維新と公明の連携というのは。うん、まあ。先ほどちょっと説明の中で、他のセッションだったかな。あの二階派。との。 というようなちょっと流れだったと思うんですけど、そういう説明があったと思うんですけど、まあ、ちょっとそこはあの僕の実感としては違うところがあって、で大阪の地方議会の運営っていうのは、やっぱり自民党が野党で、うん、維新が与党,与党、そして公明党がどっちにつるかで議会が決まってしまうので、うんえー、維新と公明党が、えー 特に地方議会においては連携が強いと。うん、多分その流れであって、二、うんえー、階派の中でも、まあ相当維新に対して恨みつらみのある議員はものすごく多いですので、うんま,ね、まあ、あの、二階先生が、あるいは二階派がというよりは、まあ僕ら大阪の自民党が地方選挙の 大切な細かいところまで一個一個勝たなきゃいけないところを巻き続けてきたっていうそのまあ地方議会の流れで自民党維新と公明党がくっついたっていう方がまが現場にいる人間としては反省も含めてもうあのそれがあの実情だとあとは公明党の中でも婦人部とか青年部が動きが悪いとで党本部の言うことがなかなか大阪に関しては 人通力的に通ってこないという話も聞こえてきておりますよね。ですから、党本部の決定。そうですね、あの。すごく、あの創価学会、いわゆる宗教をやるために。来ている信者さんからすると。なんで選挙ばっかり、こんなにやんなきゃいけないのっていう、そういう不平不満が。すごく多いらしいんです。うん、で、私も、あの創価学会の幹部の方に知り合いがいないわけではありませんので。ね、はい。 ええー、まあ、なるほど。あの、世代世代。ええー、つまり、あの、学会の方々の、お、得票と、そこから、もう一つ友達。そのまたもう一つ友達。これは、あの、フレンド票って、あの、うん、公明党の内部では言うんですけど、うん、フレンド票の第一次、第二次の広がりというのがもう全然なくて、やっぱり、ええー、そうですね。810万人いても、今、得票数が600万台に、あの、陥ったってことで、うん 創価学会さんもなかなか選挙が難しい状況になっているというのはあると思いますね、うんはいえー。ということで、今日はいろんな話題を伝えてきたわけでございますけれども、もう一つ、最後に一つだけの話題でございます、えー。急激に進んでいた円安ですが、ここにきて没収と、逆転の動きが出てまいりました。 渡辺哲也所では以前からどこかでひっくり返るよとリスクの方が大きくなってということを言ってて来年の1月かと思いましたけれども1ヶ月前ししで早くなりま,早くなりました早<く>多分この水準なんですけれども行ったり来たりを続けながら多分120円前後まで落ちていくのではないかという予測がありますので。うんはい まあ一時為替採掘を利用して貿易に当てたらどうだなんていう話ありましたけどこれは多分難しいということで、うん、え大きな変響があったとさいちょっと最後にね、はい、あの今日注目すべき発表があったのは、はい、日本とおイギリスとイタリアの3か国で次期次世代戦闘機の共同開発が正式に期間を発表されました。はい、これはもう大きく時代は今 動いてるってでもイタリアと組君と負けるよいやだからそれそ、ね、それ、<laughs> それ言われちゃったということで渡辺哲也賞今週はこのあたりで渡辺哲也賞いかがだったでしょうか、えー、ここで皆様へのお願いです私はメールマガジン 渡辺哲也の今世界で何が起きているかというのをやっておりますご興味のある方はこちらの QR コードか渡辺哲也メルマガで検索くださいよろしくお願い申し上げます